北畠諸重は、鎌倉時代後期の苦行。県大納言北畑氏親の子で、母は、発祥寺執行集権法院の女である。北畠近房の父。北畑家は、代々大覚寺等への忠誠に厚く、諸重も、五大院の側近として仕えた。文永八年一月大木町院の当年後級により、二歳で除釈される。以後、岩見守る。 左この絵中条を経て、昭和4年3月、小宇田条項の当年後級により、十三位に上されて、苦行となった。同5年12月エ門、ン、ただし、同6年1月生三位に除任され、永任2年12月三位、同3年12月県中納言へと累進する。同4年には、左エ門の、ただし、ケビンシベットを兼任したが、間もなくこれらを辞し、 同六年一月十二位、同七年一月正二位に少女される。権限元,元年十一月中納言へ転正し、下元元年八月圏大納言に任じられた。下元三年九月、亀山法王の法御に際しては祖福を賜ったが、除福後の十二月には、圏大納言を辞して、長男地下府鎖を検査中弁に去るまかし、直後に本座を長居される。二年七月、 郷田上皇の落職に準じて出家し、法名を教覚という。以来、豚生隠居のみで過ごすこと15年、現行2年1月13日公表した、去年53。家人としては、新五仙和歌集の2種、玉葉和歌集の1種、俗仙在和歌集の4種、計7種に集する。ありがとうございます。